はい、どうもこんにちは、ハルトです。今日はですね、先日カヤック GOGO.com さんで、カヤックを購入しまして、それから、数日経っての今日なんですけれども、今回はね、題してカヤックデビュー戦でございますということで、もうね、準備はちょっと余裕なくて撮影せず終わってるんですけども、こんな感じになっております。ジョタンパドルブワーとか物類とか、椅子と網、竿、クーラー、なんだっけ、フラッグですね。お船があって、でタイヤカートで運んでいくっていう感じかな。自分の装備はこんな感じになってますね。帽子にサングラス、手袋で、防水性能の高い上着着て、ライフジャケットですね。で下も海パンに、落ちた時とかにも脱げないようなネオプレーンの靴履いてやっていきます。右も左もわかんねえけど、とりあえずやってみますか。ここね、ここ閉まってるか確認ね。ここちょっとレッツゴー。これね、すごい色してんね。おはようございます。すいません、邪魔ってますね。とんでもないです、全然。おはようございます。めちゃくちゃ食ってますね。今日初めてなんですよ、カヤックで出るのが。あ、そうなんですか。そうなんですよ、怖いっすね、正直。でも、今日はさも全然いけるっすね。いかなぎなんで、今日は最高ですよ、全然。やりやすいですか。倒れることないっす。どんくらい出るもんなんですか。二人で行った時になって、流しながら行って、あ、超えてたっすね、数は。秋とかっすか、やっぱそれは、時期は。秋あ、そうっすよね、秋っすよね、やっぱ。今の時期はどうですか、やっぱ渋そうっすか。釣れるよね、釣れると思うんだけど、それで。何より結構釣れてるイメージあるっす。そうなんですね。魚炭とか、あるんですか。今日は釣れてないっす。これだとね、魚炭いらないんじゃねえ。そうなんだ。あっちの方行くと、はい、魚炭もいつもつけてるんですけど。それ行きますか。すごい。ケツに台車行くだけでいいんですか。それ滑んないんですか。わかんないっす。わかんないっす。そうですね、なんか。どうやって押すんだ、俺。横にずらしたほうがいい。そうそう。あー、なるほどね。あー、ほんとだ、すごい。行きますか。お願いします、行きましょう。先行ってみていいですよ。どうっすか。いや、マジ怖いな、俺。おぉ、3年前までずっとここでやってて、で、みんなしてこうエントリーしてきたら羨ましいなって。あー、そうなんですね。あー、なるほど、それで買ったんですね。チブソーぐらいにベイトがいるね。熱い、すげえ熱い。怖いめっちゃ怖いんだけど、船。何これ、よいしょ。また投げ方難しいな、なんか。うわ、移動しよっか、ちょっと。ねえ、わ、すごいすごい、いる、なんかいる、ベイトいる、すごいすごい、すごいな。いいなぁ、下にいるね。下の層の方にちょっといるわ。おぉ、おぉ、いいなぁ。すごいすごいすごい、これいるぞ、しばす、たぶん。いる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 、への字出てる。への字いくつか出てる。
すごい広大な大地。何匹ぐらい釣れましたか？3、すごいですね。濁ってるじゃないですか。濁ってですね、そうですね。だから出てみようっつって潮の流れてるとこ行ったらやっぱり1頭目で釣れましたね。状況って大事ですよね。あっち本当汚いですね。確かに。釣りましょう。釣りましょう。あ、本当ですか。そうですね、まだやろうかなって思います。 YouTube は、カタカナでハルチューブって言います。マグロの自分で描いた絵がアイコンになってます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。反応はちょこちょこあるね、ベイトの。くたくたくた、よっしゃ。食った。バレんなよ。やばいやばいやばい。ふう。バレんなバレんなよ。おお。おお。元気。おお。潜る潜る。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。オッケー、取った。やったー。ありがとうございます。やっと一匹。ありがとうございます。よっかいしょ。いい、測りづらいけど一応こう56だな。56、不安定なとこだけど56。ナイスアイス。やったー、お裾分けしよう。よっしゃ、はあ、もう一回だ。よし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 、はあ、帰ってきた。あ、フラフラする、めっちゃフラフラする。よしよし、ただいまー、ハルエスちゃん。何釣れたかって、スイバスじゃ。ということで、お疲れ様でした。カヤックのデビュー戦でした。ちょっと怖かったけど、まあ入ったら結構気持ちかったかなって思います。まあ、慣れが危ないと思うんで、まあ初心初心初心ってずっとやりつつ、勝手に慣れていけばいいかなって思ってます。じゃんじゃんカヤック乗ってくので、今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで、カヤックのデビュー戦でした。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。